あんま見ないロゴだな。荒いね。カクカクやな。南太平洋の大海原に舞う巨大カジキ。そう、海はいつでも男のロマンをかきたててくれます。わけー、キロきかけこれ。若すぎるな。いや、リアルすぎないこれ。めっちゃリアルだね。リアルっていうか実写だからね。実写見てリアルだなっていうことないのよ。この頃のゲームの画質すごいね。うわ、いい挨拶だな。この海、オーストラリアの海です。そしてこの強烈なでっかい海のもとにですね、あなたと巨大魔相手のビッグファイトを楽しみたいと思っております。そしてですね、今回お相手していただく方はです。実は私は釣りを初めて挑戦するんですけれども、松方さん、お姉ちゃん、よろしくお願いいたします。任せなさい。その薄着は大丈夫なのか。すげえゲームだな。これはね、これだけじゃなくてね、ロアーフィッシングでブラックバス、魚だけじゃなくて男を釣ろうとしてるわけだな。はい、それでは皆さん、どうぞごゆっくりお楽しみください。グッドラック。グッドラック。曲もいいな。かっこいいね。笑っちゃって、さっきのお姉さんの名前聞いてないんだよ。そうだな、俺も聞こえなかったな。さあ、ラミさん、今日から遊んでいただくこのゲーム、松方弘樹のワールドフィッシング、どういうゲームか、わかるかな？わかるわ。これでわかんない人、相当勘が悪いわ。まあ、たまたま俺が持っていたゲーム、手持ち無沙汰なので遊んでみようシリーズの第一弾ですね。はいはいはい。これからっていうか、今日だけよね、やるのは。いや、わからない。めっちゃ続く可能性はある。ちょっと、兄貴にね、兄貴に教わりながら、なるほど。フィッシングしてもらってもいいかい？釣り界の兄貴といえば松方弘樹さんだね。そうですね。ニューゲーム、ね。メモカは大丈夫かい、これ。多分大丈夫。ネームエントリー。これ松方弘樹じゃないんだ、俺らは。そうっすね。ガミさんはガミさんで多分釣るんですよね。教わりながら釣る感じになるんじゃない？ああ、なるほどね。ベガババにしとく？いや、ガミでいいですよ。俺はそれを見てる。兄貴に釣りを教わってるガミを隣で見てたい。ポジションで分からない。俺はそこに介在したくない。ああ、ローマ字とカタカナしかないわ。まあ、カタカナいいんじゃないですか。めちゃめちゃこのダブルでね、兄貴がね。あ、ビルフィッシュ。ブラックバス。ああ、何ビルフィッシュって。ちょっと調べようか。うん。ビルフィッシュ。はい。カジキです。じゃあ、カジキじゃない。カジキマグロ。うん、ですよね、釣りたいよね、うんうん、あ、そういうことなんだね。ブラックバスモードとビルフィッシュモードの兄貴がそれぞれ左右にいるんだ、はいはいはい、なるほどね。ブラックバスはなんか湖とかでルアーで釣る感じだ、きっとね、うん、あ、やっぱカジキ行きたいっすね。そうね、ビルフィッシュはもうトローリングですよね、いわゆるね、うん、こっちでしょ。ビルフィッシュが何かも知らない状態ガミが釣り上げられるところまで行くところ見たいね、うん、おお、レクチャーがあるね。はいはい。これ映像を見る感じじゃないの。ああ、うん、用語の解説とかね、必要だね。必要だね、うん、だってビルフィッシュも知らないわけだから、うん、我々はレクチャー、ああ、はいはいはい、はいはい、あ、女の子、その女の子と同じです。ちょっと名前押さえとくかい。もう一回見る、オープニング。そしてこの強烈なでっかい海のもとにですね、あなたと巨大魔相手のビッグファイトを楽しみたいと思っております。そしてですね、今回お相手していただく方はです。はじめまして、森本千恵子です。実は私は森本千恵子さん。松方さん、一度、はい、よろしくお願いいたします。任せなさい、まあ
これ下からまで今のアングルにする必要ないもんね。下からのアングルすごいな。90年代のゲームですから、20世紀のゲームですから、ね、時代性を考慮してそのままお送りしますけど、ね、森本さんとガミンが教わる感じですね。そうだね、ポジションとしては俺は森本さんポジションになるわけだよね。そう、立ち位置としてはね。君はそれを見る人。俺は見てる下から、舐めるような、ね、俺を下から見る分にはいくらでもいいけどさいや気持ち悪いなそれも。ビギナーは実際釣ってみるなのかな、フリーフィッシングが練習モードね。トーナメントに向けての練習トーナメントがあるわそこが多分ストーリーっていうか本ちゃんなのかな、トーナメントなんだね。すごいね、順を追っていけるね、そうだね。じゃあレクチャーからいきます。いきましょう。やっぱ映像だ。この仕掛けを使ってカジキと戦いますよ。たくさんありますね。はい、ありますでしょう。そしてカジキってルアーで釣るんだ。このルアーを、あんなでっかいやつなんですね。4本ですからルアーも4つ流しますね、はい。それでですね、船を適当なスピードにしながら魚が来た時にこのファイティングチェアに座って、ファイティングチェアって言うんだ。これもね、我々にとってファイティングチェア座ってるね。どういうところにあるんですか。ゲーミングチェア。もう極端には30年以上ねこのカジキ釣りやってるんですけども、地球上のね 75% 以上がもう海でしょ、ご存知の通りね、それでこの7つの海を渡り歩いてるカジキですよ。でそんなね、なんていうのかな、こう夢をね、男の夢をねすごいな、なんか叶えてくれるし、まして見えないわけでしょ、どんな魚がいるか、ね、ちっちゃか大きいかね、分かんないわけだから、そういう醍醐味かな、距離近いね、まさに、ね、男のロマンっていう感じですか。両方画角に収めないといけないんだろうね。皆さんもですね、このゲームでその醍醐味を大いに楽しんでください絶対興奮しますよこれくちゃくちゃ差し止めされてないああ、こっからこっからだ、今ので終わりかと思った今のね、心構えでしたよね。ねえ、だってこのルアーで釣りますしか言ってないからね今のレクチャーってタックルについてね、タックル竿かな、はいはいはい、以上見ますか。これも、これも各映像であるんですかね、わかんない、見てみよう。あ、映像だ、あ、違う、あ、映像だ、映像だ、うわ、すげえ。すごい重そうだね。さすがに来たね森本さん。水着での撮影許可が出なかった。その竿を使うときにこの一番、これが130ポンドのね、重そうですね、リールなのね。でこのラインとこれ130ポンドで、これは30ポンドなんですね。全然太さが違うでしょ。違いますね。だけども同じ魚の大きさだったら太さが違うのか分かりにくいね。太いラインで釣った方が優秀なわけですよ。技術が必要になる。そうそう、あくまでも漁師さんと違って我々はスポーツフィッシャーマンですからね。そういうことです。イエス、力強いな。イエスイエス。なるほどね。あーあ、あ、これだ、これでいいじゃん。言ってないよ、言ってないよ。文章もありますね。そこは確かにね。はいはいはい。動画見てるだけだと多分放り出されてもね、結局何すればいいの。今の動画で俺が得たのは、スポーツフィッシングゆえに細い糸で釣った人の方がすごいっていうことは分かった、なるほどね。やっぱ用語がね、アウトリガーとかも飛べるんだ、それ多分。あ、なるほどね。見る？今タックについてだった。タックについてだった。アウトリガー、魚についてとかはちょっと聞いときたいけどね。まあ順番に全部見てみて、一応見ますか、ルアーについて。ロールあるからね。イカを模してる。カラフルだね。カジキをね、釣る餌っていうのもこういろいろあるわけですよ。で、まあ一つにはライフベイト、一つには生きた魚。ちょっと BGM でかいですね。で、デッドベイトっていうのは死んだ魚。
もう少し声を、うん、全面に出して、うん、兄貴に声張ってって言えない、ね、言えないな、噛まない限りはいオッケーですしか言えないじゃん絶対。森本さんにはちゃんと聞こえてるから、ねうんうん、距離近いからね。そうだね、ね、うちら喋ってる人たちは BGM 聞いてないからな。いやー、学びが多かったな、なんだねレッチャーモードな。贅沢だよね、松方弘樹さんに教えてもらえるっていうのが。そうだね、途中から森本さんもいなくなりました。 うちらにこう、うん、マンツーマンでね教えてくれる感じになりましたけど、うんうん、まあ概ねね抑えられたかなと思うんで、うん、実際じゃあ次はやってみるビギナーモード。そうだな、うん、でカジキとのファイト方法をマスターしようじゃないかと、行こう行こう。あ、森本さん、森本さん帰ってきた。カジキと戦う格好ではないと思うんだよな。はいはい。おお！いきなり始まったぞ。なんだってなんだって。これのモードの説明はないんだね。動かせんのかね、なんか。何にも分かんない。でも24度ぐらいだと。ああ、森本ちゃん。森本さん。もうあやってるね。ファイティングチェアに座ってるね。ファイティングチェアね。頑張ってる。うん、何にも分かんない。あ、来たー！来た！ヒット！ヒット！ガルガル！何をしろっていうの？ファイトしてんね。ファーストラン、フリー。は？あ、今どんどん糸が出てっちゃってるけど。何をすればいいの？どうすればいいのかね。ここの説明はなかったね、兄貴から。説明書頼むよ。何したらいいんだこれ。あ、なんか引き出したかも。糸引いてるかも。ちょっと。あ、でもなんか近寄り出した。あー、リールを巻くが丸ボタン、四角ボタン。あ、逃げられた。ドラグ締める。ドラグとは？ドラグの説明なかったです。今のはね、ラインがね、あなたピッと張ってなかったから緩んじゃったのね。常にラインはピッと張ってないと魚が針を外して逃げてしまいますからね、はい、しっかり張っておいてくださいね、ラインはね。張り方を教えてくれ。あのねヒットまでは勝手にやってくれるみたい。なるほど、ね、森本さんが、森本さんと、うん、3人で釣りしてる感じだよね、多分ね。3人というか、俺が森本さんに憑依してる感じだよね。そっか、そっか。森本さんフューチャリング神だね。今回は。そうだったね、うん、まあ、ビギナーモードだからなのかもしれないけどね。そっかそっか。あ、来た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 、うん、ドラグを立て、お、なんか音が、なんだろうね。さっきはしなかったよね、この音はね。多分今 R1 押しながら四角押してんだけど。あ、なんか違う？なんか右が変わるわ。右のフルフリーが、あ、これ今ドラグを、はいはいはい、で緩めて、あの右のゲージが、うんうん、マックスならないようにするんだ。ドラグを立ててみた。あ、ま、負けた。おお、これだいぶ弱ったんじゃないか、カジキが。すげえな、うん、頑張れ、いけいけ、頑張れ森本さん。ちょっとここで緩めてみようか、ドラグを。あ、でもカジキ寄ってきてる、寄ってきてる。いけるぞ、いける。もう巻き上げるだけかい。いや、ま、でも、あー、でもまだな。やるぜ、ふん、向こうに逃げるときドラグを立てる、うん、疲れたら緩める。疲れてね、うん、おー、しよしよし、いいんじゃないか。右のフルとフリーってあるじゃん。あるね。あそこがフリーのまんま巻くのをやめるとすごいラインが出てね、カジキが逃げてる。あー、多少逃がすのも大事。逃がした時は多分魚の体力らしきものがすげえ減ったんだよね、うん、あ、でもこのままいけそうだね、これいけそうだね、釣り上げるんじゃない？あれ？
やった。で立てるのか。あ、はいはいはい。で釣り上げ方は今から見んの遅えんだよな。書いてない書いてない。リールを巻くしかない。もう巻き続けてるよ俺。あのね、ドラグの操作とリール巻くとポンピングしかないの、うん、ポンピングすればいいの。ポンピングってなんだっけ。ポンピング下と左方向キー。あ、でも兄貴がなんか言ってくれてるよ。なんて言ってるんだ。ポンピングすればいいの。あ、ポンピングしたらちょっと負けたな。あ、ランディング、ランディングとはなんかタイムが、あーあー、でも最後の力を振り絞ってんのかな。そうだね。ランディングとは何ぞや。そこの説明はない。習ってねえっす、ランディングを。なんかカジキを殴ってるだけなんだけど。あー、来た来た、ランディング来た。いける、いけそう。あ、で、この状態を保てばいいのか、ランディングっていうのは。あと2秒。2、ゼロ。来い、来たー、釣れたー。やった、終わったんじゃない。ベビーサイズだね。あ、じゃあリリースしましょう。待って、超頑張ったの。まあ、一応狙ってたね、うん、種類の魚でもね、カジキ、ブルーマーリン、ブルーカジキ。多分あのラインクラスっていうのが糸の強さで、うん、弱い糸で大きいカジキを釣るのがうまいってことなんでしょうね、うん、確かにさっきのは。どうでした、この初めて釣った感想というのは。なんかもう思っていたよりもすごく重くって、もういっぱい力を入れてもなかなか引けなかったんで、うん、大変でした。ですごい感動して、まだ体中震えてる状態です。それはよかったよかった。もうね、そういう風になればもう一人でも大丈夫。マジかよ。待ってくれ。本番では僕を操作するんですから。え、頑張ってくださいよ。あ、本番は兄貴に憑依できるのかい。そうなんかね。え、そうなんかね。はあ、なるほどね。どうでしたか。え、じゃあ初めて釣れた。すごいね、感想、うん、あのいくら力を入れても。そうだよね、カジキが上がらなくて。長かったからね。左手はもうかなりね、親指知らない用語ボンボン出てくるしね。いやでもよかったね。そうなればもう一人で大丈夫ですよらしいね。本番は松方弘樹さんを俺らが操作できるらしいから。濃いな、うん、ライバルになるのかなって思ってたけど ね違うんだね。違うんだね。森本さんはあくまでレクチャーとビギナー編のための要因ってことかな。かもしれん、うん、どうする、どうする。一応落ちたけどね、あの、うん、ビギナー編でね。そうだね、リリースで終わらせてもいい。いいと思う、反発動画として。続きはちょっと。あとフリーフィッシングって言ったって糸の太さ変えるぐらいしかないのでは。